こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、あやなです。この間のダッシュロールちゃんゲットのために150連した時に、どういうわけかこの赤い地震が手に入ってしまったので、今回は彼を使っていく動画になる。ついにアニセもブルースエグゼデビューか。使われて散々な目には遭っているが、自分が使ったことはなかったから、ちょうどいいさ。このゲームやっているとゲーム中最強キャラっていう部分ばかり目につくけど、彼は原作ではどういうキャラなのかしら。彼は原作のロックマンエグゼシリーズに登場する、オフィシャルネットバトラー、伊集院演算のネットナビ、エグゼ1、2では処理するべき敵として襲いかかってくるが、3以降は良きライバルとしてお互いを認め合う存在となり、共通の敵に立ち向かうためにお互い手助けし合う間柄となる。エグゼ5では一時的に光ネットのナビとして行動することもあり、ライバルキャラとして人気のあるキャラだ。残念ながら公式が調整を誤ったせいでこのゲームではヘイトを買ってしまったが、原作では割とかっこいいキャラだと思うな。今回は彼を使ってイベントをプレイしていく。今回のイベントだと特攻とか何も関係ないんじゃないか。何も関係ないな。まあ単にブルースエグゼを使いたかっただけなので、その辺は気にしちゃいけねえ。というわけで今回のイベント会場に足を運ぶとしよう。今回はこのイベント、婚前、神聖スレプリフォースの剣、をプレイしていく。金色の人今まで出てきたことないわね。彼はジェネラル、今回のボスだな。新しい難易度解放されているね。イベントが作業的になってたんで久しぶりに歯応えがあるのは嬉しいぜ。長いこと退屈だったからな。退屈だったの？このゲームの一人用で一番楽しいと思っていた時は、2倍近く高い戦力のステージを腕で突破していた時だからな。歯応えがないとやはりアクションゲームはつまらない。アニジェってこういう人だった。それじゃあ始めていくとしよう。さあ始めていこう。誰にオペレートを頼んでいるんだろう。演算くんじゃないの？このゲームのブルースエグゼのボイスは光ネットがオペレートしている時のものだから、光ネットに行っているんじゃないか。進録すればいいのに。ブルースエグゼが演算にタメ口はありえないからな。高難易度なだけあってダメージ大きいわね。敵を倒してエレメントを集めなきゃならんのに、地面スレスレでレーザー飛んでくるから、絶妙に先を急がされるのが辛いところだ。ここで強制戦闘。一気に倒す。今のはスキルかしら。そう、ソニックブーム、ロックオン対象に 220% の斬撃を放つ。ちなみに我々プレイヤーを苦しめているのはこれを3つぶっ放せるランク4以降だ。そんなブルースでもこうして負けることもあるわけか。PVE ではそこそこ強い程度の性能しかしてないぞ。PVP で見せつけた火力役に立たないの？立たないことはないと思うがこのブルースランク0だから、そもそもそんなに火力でない。ランクを上げる気は？全くないな。ブルースエグゼはランク0でいい。っていうかそっちに避けるパッチはない。現在でもダッシュロールちゃんとトロン育てたくてパッチ全然足りてないからな。アニセがブルースエグゼをランク5まで上げるのは先になりそう。パッチが有り余ってるならやってもいいが、このゲームキャラパッチはとにかく集まらないから、そもそもそんなにパッチが余ること自体ないさ。スイッチを押して向こう側の扉が開いたわ。このエレベーターでさらに下に行くためには、もう一つスイッチを押す必要がある。もう一頑張りしないといけなさそうだね。ディープエレメントは現在7つね。目標はいくつなのかしら？ 8 個だな。あと1個ゲットすれば OK だ。囲まれてきたね。火力が出るとはいえガンアビオンはきつかったか。速攻でもないのにガンアビオンはなぜなんだ。ボス戦がきついからだよ。これがないと時間がかかって仕方がない。クールタイム長いわね。アドスキル来たら高速送電でも欲しいところだぜ。ガンアビオンは割と簡単に弾切れする。少し近距離で倒すならかなり頼りになるんだけどね。状況にもよるがなんだかんだで頼りにはなる。 PVE で装備に困ったらとりあえずガンアビオンだ。ソニックブーム打つ前にやられた。踏み込むべきだったかもしれんな。そういえば踏み込みガンは使わないのかしら。 PVE だとどのタイミングで使うべきか悩んでしまってな。もっとガンガン使っていくべきだったかもしれん。シャッターが開いたわ。なんであのシャッターあんな中途半端な状態で閉じていたんだかな。うん、これは確かに謎だね。それじゃあ戻っていくとしよう。またキャノンドライバーいる。ホーイングさえなければ戦いやすい方ではあるが、このゲームだとどうしても相手したくないな。チープエレメントは目標の数揃ったし、ここからは少し早送りでいこう。さあ、ボス戦だ。
ジェネラル、カーネルやアイリスが所属する、レプリフォースの最高司令官、見上げるほどの巨体レプリロイドで、実力はもちろんのこと、軍のトップたる人格の持ち主であり、部下たちからの人望も厚い。X4 本編ではシグマの策略により反落者の汚名を着せられてしまい、レプリフォースと部下の名誉を守るため、X やゼロと対立することとなる、レプリフォースの誇りを示すために、戦うことを選ぶ、これも定めか、仕方あるまい。というわけで PV も時点で明かされていたが、今回はロックマン X4 からジェネラルが登場だ。本当に大きいキャラだわ。原作より小さくなったようにも見えるが、まあ誤差の範囲か。違和感はそれほどないよね。ところであのおでって乗れるのか。今回は乗れないな。俺も乗れることを期待したのだが。原作では乗れていたの。原作では腕に乗って頭に攻撃しに行くようになってる。今回弱点が頭じゃなくて体全体になったことから、その代わりに腕に乗って移動という概念がなくなったように思えるな。組み込みの無敵時間長いね。切り込んでいるというよりめり込んでいるように見えたわ。攻撃の当たり判定が体の中心なのか。ジェネラルさんどこ行く？上空から攻撃を仕掛けてくるようだ。これがジェネラル氏の新技か。隙だらけすぎる。パターン分かってしまえば攻撃チャンスでしかないな。確かにセイバー系の攻撃チャンスを作っているのかしら。それはあるかもしれないな。上に行こうとしているので、せっかくだから踏み込んでおいた。せっかくだからで踏み込まれるジェネラルさん。この攻撃チャンスで一気にライフを削り取りたい。ジェネラルさんのライフ、残り2ゲージ、さすがに全部は削りきれないんじゃないか。高難易度なだけあって、ライフ削るのも大変だぜ。だが終わりは見えてきているな。また飛んでいった。攻撃チャンスが多いのはありがたいぜ。これで終わるかな。ジェネラル撃破。終わったぞ。久々に歯ごたえのあるイベントで楽しかったぜ。続いて対戦でも使用してみよう。無凸ブルースは果たしてどこまで戦えるんかな。さすがにランクゼロなら。まあやってみればわかるさ。さてブルースエグでならどう動いていくべきかな。まだ戦い方決まってないんか。当たっては板がめったに使ってないからな。お相手さん交代いらなかったのかしら。ランク2で侮っているというわけではないと思うが、踏み込みからの切り替え打ちだけでこのダメージ。ソニックブームが当たらんかった。ここは回復主体で射線を切る。いつ逆転されてもおかしくはないね。撃破。全然余裕だわ。アルティメットを舐めちゃいけねえ。回収が出ればノバーストライク一発でライフが消し飛ぶぞ。うわお、なかなかそれは恐ろしい。雑魚が邪魔で踏み込みが使えん。接敵したわ。お相手さんノバー使った。踏み込むぜ。そして素早く射線を切る。ノバーから出て、うへい、ここまでやり合えるかね。射線切りでノバーストライクかわしたのは大きいわね。ワープで接近しながら近づけるってのはリカバリー効いて戦いやすいぜ。こっちまだ3割くらいライフ残ってる。お相手さん今ノバー使った。どうやら読み違えたようだな。さすがに3盾とまではいかなかった。いやでもこれは余裕で勝てるやろ。いやアルティメットはこの状態ひっくり返すポテンシャルあるから全然油断できない。今のダメージはただの操作ミスだしにするな。お相手さん交代取らないのはわざとなのかな。ゴールド棒で火力を稼いでるっていう可能性もあるな。やべミスった。これは厳しい。上に対比。お相手さんにドネのノバーストライクだわ。この短時間で2回ということはノバーはクールタイム入っているわず。さすがに厳しかったか。一度のミスが命取り。そのミスさえなければ簡単に倒せそうではあるわ。さあでは相手さんはどこにいる。踏み込んで切り替え打ちすればもう終わりそう。近づいてきたわ。踏み込んだ。まるで辻斬りだわ。ランクこんなに違っても勝てるもんなんだね。このランクだからカードもない。本当にとんでもないな。次はレビアタンか。レビーでスコインって珍しくないか。スコイン、スコープバスターと X インパクトのことさ。確かにあまり見ないタイプかもしれん。
まずはお相手さんの出方を伺おう。すぐに突っ込んでこないところにルミバス取ってるみたいだね。今更だけどブルースエグゼってセイバーの達人なかったかしら。ランクゼロだとタクシンは解放できない。逆に言えば無理にセイバーを持たせる必要はないってことだ。ランク上げないならそういう風に考えられて気が楽だよね。おっと使いかな。一瞬でお互いすごい減ったわ。運良し？相手のライフもほとんどないわ。いつでもとがめさせそうだな。踏み込んで倒した。そのためのブルースエグゼだ。どこの怒り指令？エヴァの映画まだ見てないな。そういえば早見に行ってきたら次の休みにでも見に行くか。お相手さん何やってるのかしら。すげえあっさり。本当にブルースエグゼとんでもないわ。ランクゼロでも7人さえ当たれば半分消し飛ぶからな。マジで一方的。録画見返してて思ったんだが、これどっちかっていうとシコプロが強いだけな気がする。キャラも武器も強いでしょ。そうだった。最後はコピーエッツか。コピーエッツめっちゃ強くなかったっけ。個人的には本物アルティメットより相手にしたくないな。どうなるのかしらこの戦い。さあお相手さんどう出る。すげえ飛んだ。先に一発当てたわね。レイジング X チャージ発動した。これがコピー最大の厄介なところだぜ。距離を取るのね。相手も深追いはしたくなかったようだ。お相手さんはどう来るんだろう。とりあえずゴールド号を倒してバフをゲットしておくか。コピーが近い。んこのバスターのダメージでかい。先にやられたわ。ダメージレースがかなりきつくないかこれ。どうかな。この状態からならブルースエグゼじゃなくても絶戦は可能ではある。近いね。降りてくるか。踏み込みミスった。まだいけるわ。切り替え打ちからのソニックブームが効いたぜ。あのコピー X 一回回復したはずなのにほぼ並んどるすげー。上から攻める。激しい攻防。追い詰められたか。ここで少し様子を見よう。クールタイム入ってるしね。わざわざ来たか。むん、厳しい戦いになってきたね。やはりコピー X 相手では無理があるか。ブルースの逆転はコピーだった。いやどちらかというと俺自身の逆転だなそれは。なんとか倒せたがまだ厳しいな。これは負けてもおかしくはないわ。ランクゼロでここまでやり合えているだけでもすごいと思うけどね。負けてもしょうがなくはあるさ。くまずい。まだ生き残ってるのはさ。わずかな回復にかけるぜ。相手も落ちてくるわずだ。見事に逆転した。すごいいい試合だった気がするわ。ランクゼロならまだまともな戦いになるレベルかもな。というわけでここまでブルースエグゼを使ってきたが、 PVE では実に普通の性能という感じではあるが、対戦だと踏み込みによる見切り次第でランクゼロでも高ランクキャラと渡り合えるだけの性能を持っているように感じたな。界隈を騒がせているだけあって、ランクゼロでも本当に強いね。ランクゼロでも彼は許されないのかしら。判断に困るな。ランクゼロだと負けることもそこそこ多かったし、ランク4以降の即死火力とスキル封印さえなければ誰でも勝つチャンスはあると思う。やはり高ランクでいられるものの中におかしな性能を追加するスキルがあることが問題な気がするな。それではニジェ、このブルース今後も使うのか。この状態なら勝つことも負けることもあるので、ちょくちょく使っていこうとは思うよ。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。